こんにちは、ボブです。今回はスピンサーブの練習方法についてやっていこうと思います。スピンサーブってその打ち方が分かっても、なんだろう、実際やってみると打てなかったりすることがあるんで、ぜひそのもう練習方法があるんで、練習方法をやっていきながら習得をしてほしいと思います。早速なんですけど、練習方法の1番目はまずは膝をついて打つです。こんな感じでやってもらって、これをやるです。で、これをやるとなぜいいかというと、この横向きのまま打つっていう感覚を覚えられるんですね。横向きのままあっちに飛ばすっていう。でスピンサーブではその横向きのキープっていうのはすごく大切で、もう横向きがキープされないと、もうなんだろう、ちゃんと縦回転がかからない、ボールが落ちないんで安定しないサーブになってしまうんです。だけどこの横向きがキープできればボールに縦回転がかかって、まあ今打ってみたんですけど、ちゃんと上に飛んでしっかり落ちてくれるっていう、そういう軌道になるんで、この横向きをキープするっていうのを覚えるのにとてもいいと思います。で、あと膝をつけばもう絶対体開けないじゃないですか。そういう意味でもその膝をつけるっていうのは練習方法の一番最初の方法として大切なのかなと思います。で、あとその膝をつくことによってすごい打点って低くなるじゃないですか。でも低くてもこうやってネットを越えるのはしっかりボールを上に打つことができてるからなんで、そのしっかりボールを上に打って、こういう山なりの軌道で打つっていうのをイメージっていうか、山なりのボールでスピンサーブを打つっていうことをやっていくために、その、まあ、安定させるには山なりにしていくのが一番なんで、山なりでスピン回転で落とすっていうのが一番なんで、そのなんだろう、意識づけというかにもなります。で、次2番目は横を向いたままそのまま打ちます。さっきは膝立ちしたと思う、膝ついてやったんですけど、今回はこのまんま、はい、こんな感じでやっていきます。これもちょっとジャンプしないっていう意味では打ちづらいんですけど、横向きはキープできます。で、なおかつその横向きキープしつつ、そのさっきの膝ついてやるのとは違って、より実践というか立ってる状態でやるんで、実際にやるスピンサーブに近い状態でスピンサーブを打つことができます。今のだって結構上に飛ばしたんですけど、やっぱ回転とかかかってるからしっかりボール落ちてるじゃないですか、まあ、そんな感じで2番目はこの横向きで立って山なりの軌道で打ってあげるです。1番目の膝をついてやる時も今の2番目の時も一緒なんですけど、頭の真上かちょっと後ろぐらいで打つ、その感覚を覚えさせるっていう意味でもこの練習をしていくといいです。頭の後ろで打つことで、このなんだろう、スピン回転がかかるんですよ、こういう感じで。で、ちゃんとこのスイングはこっちだけどあっちに飛んでるわけじゃないですか。こういう感じ で頭の後ろで取ることによって、このスイング軌道とボールの軌道がなんだ確立してくるんで、まあ、ぜひその頭の真上かちょっと後ろぐらいで打点を取るっていう意識も付け加えて感覚として身につけてほしいと思います。スピンサーブの打ち方の練習方法の3番目なんですけど、その
なんだろう、横向きのまま打つっていう感覚と頭の真上かちょうど後ろぐらいで打つ感覚ができてきたら、これを最後ジャンプしてその下から上へのエネルギーをプラスしていきます。このジャンプするとどうしてもこの体が開いちゃうと思うんですよね。やっぱり開いていっちゃうと思うんですけど、そこをこの左手でブロックしてあげる。左手こっちにやると体回っちゃうんで、左手はこの体のお腹側に持ってきてブロックしてあげる。こう開かなくなるんで、こっち背中行っちゃうと開くんで、こっちでお腹側の方に持ってきてブロックしてあげる。それをジャンプしてタイミングを合わせて、まあ、こんな感じです。結構その、まあ、最初レッドだったんですけど、結構その山なりの軌道になってましたよね。そんな感じでしっかりこのジャンプの形でエネルギーを下から上に伝えていくと、さらにその縦回転が強調されるんで、ボールを上に打ってもしっかり落ちてくれるっていう軌道、しっかり山なりの軌道になって安定したスピンを習得することができます。でこんな感じで、まあ、スピンサーブ練習方法はこの膝ついてやるのと横向いてやるのと最後ジャンプしてやるので、3つのこの3段階になってくるんですけど、まあ、これでその感覚を覚えて徐々にそのコントロールもしていく、軌道のコントロールだったり場所のコントロールだったりっていうのをしていってもらえればいいと思います。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。